とどめ縛り。よし。やらないじゃなくて、しかやらないにすればいいのか。ああ、なるほど。で、とどめですね。はい。こうこうこう。だからまあ、終盤になっても、永遠にとどめ縛りじゃね、の状態じゃないとダメ。こう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 。音楽に合わせてやる。それもね、一応ね、候補に、入ってるんですよね。ノートにメモはしてやる。結構光った、まあ、スナイプでは多そうだな。あ、攻略しましたと。ありがとうございます。いや、ステレミアじゃなくてね。ステレミアではないんですね、やはりね。ほい、ほい、ほい。いや、ダメだな、ちょっとやっぱり。絶対に、このしないっていう保証がないやつ。じゃないとして気づかないってなった時に、まあでもね、終盤はやんなかったから許してほしいわ。はいはい、とりあえず終盤は縛れたはず。さっきの一覧消しのやつ、一番終盤がきついから、そこがね、多分みんな一番見たいと思うからっていう、ちょっと保険をかけとくわ。まあ縛れ、あっダメだ、やべえやべえ、ターゲット変えちゃった、くせで。ダメだ、もうダメだ、もうむずすぎる。ダメだ、もう癖って怖いっすね。今コメント見て気づいた。俺ね、やってることに気づいてなくて、コメント見て今気づきましたね。ダメだ。もうね、火力、高火力が来たら、無意識でランダム変えるっていう、俺のね、意識配分が働いちゃってるんですよね。いやー、むずすぎんだけど。むしろ意識配分永遠に、こうね、自然に無意識のレベルで取れてるっていう、証拠はいいことなんだけど、この企画ではダメだわ。ちょっと待って、こっからね、こっから。一回は猶予、一回は猶予あるということで。みんな一回だけ、じゃあこれからね、一回は猶予あることにしよう。例えば、まあ、さっきのね、T スピン縛りだとしても、T スピン縛りじゃねえか、なんだっけ、テトリス縛りとか、にしても、一回だけは、許す権あるということで。はい。ほい、ほい、ほい。で、それで進歩して、ね、やるっていう。ほら。ほい、ほい、ほい、ほい。いや、草じゃなくてね。あ、こっからやったらダメ。こっからやったら正真正銘のダメ。これ、とどめ縛り外しちゃダメですよ。かなり効果力きてるけど、外しちゃダメ。ほい。ほい。人ちょっとタゲゲしてるけど。ほう、ほう、ほう、ほう。まぁ、ちょっとね、企画としてはあれかもしれない。まぁ、あ、まぁまぁまぁ、終盤ね、終盤大事だから。終盤の超辛い状況が一番大事だと思うから。はい。はい。そこで、やらなければ。まあ、よくはないんですよ。ほら。ほう。ほう。ほい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 。ほら。これでも、とどめ縛りで縛ってるって分かりにくいな。普通、普段、ここはとどめ縛りに普段からしてると思うから、結構最終盤にならないと分からないっていうのはあるかもしれない。ほい。いや、きついな。きついけど外しちゃダメ。ほら。ただまあ絶対こっから一回も外しちゃダメだから、そこだけは最新の注意を払っていこう。ほい。スティックに絶対触れちゃダメだ。次、パフェ縛り？パフェ縛りってどういうことだ？絶対にパフェしちゃダメってこと？それともパフェしかしちゃダメってこと？パフェしかしちゃダメっていうのはさすがにまあ無理があると思うけど。ほら。ほいほい。ほい。ほいほい。
ほい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 。で、シングルからダブル。じゃない、テトリス。で、コード。パフェしかしたらダメだ。さすがにそれ理論的に理論上無理な気がするから。ほら。まあ、あくまでね、ちょっと現実的にできるぐらいの範囲の縛りが望ましいですね。おい、おい。ほうほう。ほうほうほう。シングルからテトリス。まあ、現実的に、まあ、不可能とまではいかないけど、まあ、さっきのも相当辛いあれではあったけど、尋常じゃない、相当どころか尋常じゃないぐらいの辛い縛りであったけど、やっぱり理論上できる範囲で、少なくとも最低限。ほい。ほい。ほら。ほら。Gスピン縛りもね、まあ、考えたんだけど、まあ、それ結局連めちゃくちゃやることになると思うんだよね。言うてね。まあでも、結局俺のことだから、Gスピンしちゃいそうだけどね。はい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 。ほら、ほら。ディレイかけるの、Gスピン縛り。なるほどね。新しい、それはなかなか新しいかも。ほら。とりあえずこれ分かりにくいけど、とどめ縛り。でも、とどめ縛りは結構、まあ、バッチ稼ぎやすいという点はあるが。ほい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 、ほい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 。とりあえず、まあ、まだ1回しかやってない。とりあえずね。とりあえず、最初1回やっちゃったのは、あれだけど。まだ、それ以降は、とどめ縛りのままなはず。あの人タギ外したいから早めに彼を送りたいな。受けてからすぐに彼を送らないとタギと外れないんだよね、これ。ほい。ホールド、あ、ホールドなし、そういうの分かりやすいのがいいよね、やっぱり。ホールドしたら、しちゃいそうだけど、それも絶対。絶対するな、俺ホールドな。無意識に。無意識にするわ。てか、ホールド暴発とかしたら悲しいな。はい。結構ね、これ、ピースのコントローラーって、人差し指で、右手と左手が近いから、ホールドが暴発して、手に当たることもあるんだよ。これ、したときは悲しすぎるな。ほい、ほい、ほい、ほい。ほう、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 ほう。花の竹石も意外にないと高と。8本経過、ありがとうございます。ほい。危ねえ、罰ねえに買いそうだったわ。で、ご両親獲得していく。はい。とりあえず、とどめ打ちからは変えちゃダメだから、ただあの人、ちょっと入れ替えたいな、確認。オッケーオッケー。そっちに入れ替えてリスクない人にしておいて、はいはいはい。結構きついね。あの人は固定で狙ってきてる分きついな。非常に簡単にしたいが、無理。ほいほい、ほいほい。固定というか、まあ、バチ狙いだったっぽいな。はいはいはい。で、あの人がタギリしてる。きついっすね。ほい。ほう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 。タゲット外したいけど、これ相殺しないとタゲット外せないから相殺したい。オッケーオッケー。これで外れて。ほい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 。あの人もタゲゲーと。人権プラスタゲゲーはやばいな。
外したい。オッケーオッケー。とりあえずこれでいい。外れねえか。正解。やだね。一応ターゲットはあるけど。狙ってきてる人に火力をくれないのがちょっと辛いかな。ほい。ほら。全部いねえか。マジ入ったのか。先打ちゲーか。先打ちゲーなのに一方的にこの狙われてカウンターできないのはやばいな。あ、でもこの人に入れ替わったじゃないか。ほい。意外にとどめ打ちでもターゲット分かれてるからいい感じだね。はい。で、倒して人権手に入れたい。どうだ、シングルかな。ほい。とりあえず先打ちゲーだから、先打ちは大前提だとして。やばい、先打ち、先打ち。先打ちね。きついきついきつい。ターゲット外せないからやっぱきついな。先打ちされてる展開だし、かなりきつい。はい。オッケーオッケー、なんとかギリギリ耐えた。ギリギリ耐えて、マージン入ってるからどうだ。うわぁ、がっつり連組んでるな。やばいやばいやばい。うぅ。無理かな、あそこまで連組まれるとさすがに。はい。先打ちされてる。ご了承だけどどうだ。先打ちされてるから無理ゲーか。これで一応遅れるか。どうだ。これを受けるしかない。強気に受けて。うわぁ、ミスった。倒せた、マジか。勝つのこれ。貫通したからか。あっぶな。今の、絶対俺死んだと思った。マジか。貫通したからお互い辛かったんだな。いやぁ、危ねえスナイプ勢だった。あー負けたと思ったら、相手も貫通して辛かったようだ。あー怖い怖い。いやー、今のはやばいな。どっちもスナイプ勢だったね。